はいどうも、今回は超ジューシー祭、ほんと超ジューシー祭ぐらいしかもう最近撮ってない、動画撮ってないけども超ジューシー祭でございます。というわけでね、今日から11月30日からの超ジューシー祭ですね。期間の方はいつなってんのこれ、いつまで12月の2日の23時59分、まあ12月2日いっぱいまでやっておりますね。レア4以上の金玉確定、でございますね。ね、一応ね、こんな感じのね、オーブが29個、あと1個あったら6回引けんやけども、引けませんので、5回引きたいと思います。5回引きたいと思います。というわけでガチャ行きましょう。欲しいのは、やっぱり、テキーラと坂本龍馬、お龍、この3つ、どれかが欲しい。というわけで、行きます！行くぞ。映画系、私ジューシー祭とか恵まれてませんから、うらっ、今出ろ、出るぞ、出ろ、出るんだ、出るんだ。俺これ前持ってたんちゃうの、これ何やったっけ、なんとかな、直江なんちゃらちゃうのこれ。ほら俺これ持ってたわ、持ってたけど持ってるかもしれんな、まだな、で使ってないよ。よし、もうさ、レア号出せ、とりあえずレア号出してみるな。レア号も5が春日一周、もう前持ってたけど、もう打った、売りました、打ったか食わせたかした、春日一周、まあ一時期ちょっとお世話になったけどな、もうええ。ワクワクの実とか食えんやな、ワクワクの実俺まだ1個持ってないねんな。嫌な予感しかせえへんで、あと3回お願い、せめてね、星5出てください、お願いします。星5が出てくれ、星5、あーこれ早乙女なんちゃらちょうだっけ、じゃあ外れやで、外れ、早乙女首里4しか出んよ、星4しか。ほんとね、俺ね、重心祭とか超重心祭恵まれてないよ。俺、アーサーしか出たことない、多分いいのって、今まで。ユグドラシル。それはね、リセマルやったからな。ほんとね、アーサーぐらいよ。ほら、出ろ。ほんとね、もうだから俺は降臨しかもう信用しなくなっちゃったんだよ。なんやねん、お前も出たわ、前。これ。もう、出た。なんてこいつ、チャイコフスキー。どんな切ない顔しそうなの。ああ、最後の1回ですね。もう無理やな。もうええねや。もうええねや。もうどうせ出えへんや、俺なんか。超重心さ言うたかって、誰やねん。お前これ外れにも程があるやつちゃうんか。ケルベロス。売却や、売却ですわ、さあ今回取ったのはですね、取得順終わっとるな、完全に終わっとんな、完全に終わっとるな、終わってるやで。もうひどいよね最近のこのラインナップ。だってさ、バスって取っと、こいつらこんなんやで、前も打ったらあかんか、売却になったわ。もうね、見てこの辺、ヤディアとかこんなんしか出ない。俺じゃあ超重心祭しかやってないので、言っとくけど超重心祭しかやってないのに、じゃあ拡張、じゃあモーサ見よう、モーサボックス取得順だってね、今日取ったのはこんなケルベロスでしょ、こいつチャイコフスキー4よ、もう全然使えない。せめてディルロッテぐらいでも出てたらよかったけどさ、こんな勝つかし持ってたよ。もう全部持ってたよ。この乗ってるやつ全部持ってたよ、これ。あ、ケルベロスなんか持ってないよ。もう持ってたかもしれんけども、忘れてしまうぐらいすぐ売ってるから。で、この前じゃん、これって。この前のこう超重視してた、これ。これと、これと、残してるのね。これと、これですよ。前回が。ね？もう、で、その前はこれか、ディル・ロッテとか出たやつやな、これな。それこそさ、その前が、これですよ。
まあ、ディルロッテ、まあ、出てくれてラッキーぐらいだけど、あ、これほらこれ出てるっしょ、ナオエ、ナオエなんちゃうとピノキオ、これぐらいですよ、これ、こいつとホルスト、こんなんしか出ないんだよ。星5なんてね、あんたね、俺3回やってますよ、3回超重心試合、超重心試合3回やって1個も5出ない、1つも5が出ない、ほんとがっかりだよ。ミクシー、あー超重心祭というわけで、あー超重心祭でございますけども、一応12月の2日までやってるみたいなんで、オーブ持ってたらやってみたら、俺は誰か1個、誰か1個じゃないよな、っていうかオーブを、オーブ運営なんかメンテナンス失敗して、メンテナンス急に入って応募くださいというわけで、超重心祭に全く運のないパテモソ協会でございました。皆さんの健闘を祈りまする。